ミクの手作り？だからあの話覚えててくれたんだ。嬉しいな。じゃあ遠慮なくもらうね。おいしいよ。野菜もシャキッとしてるし、からしマヨネーズもいい感じ。え、そんなに？うん。そっか。サンドイッチって作るの失敗するような料理じゃないんだけど、何があったんだろう。